皆さんこんにちは、なっちゃんです。今日は丸山動物園に来ております。楽しみですね。じゃあ行ってみましょう。レッツゴー。着きました。見てください、なんか綺麗なお姉さんいます。ちょっと行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。動物専門医の野村智美です。よろしくお願いします。お願いします。今日お話し聞こうと思う野村さんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。動物専門医ってどんな仕事内容が、内容があるんですか？まずは動物たちの飼育管理、餌を準備したりとか、飼育場所の清掃だったりとかっていうのが、まあ基本的な毎日のルーティンなんですけど、はい、まあ、それに加えて先ほど言ったような来園者の方たちに動物のことだったり動物たちを取り巻く環境について知ってもらえるように、ガイドをしたりとか、あと解説の看板を作ったりとかっていうことで発信していくっていうのと、あとは、調査研究っていうのもすごく大事なところで、動物たちの、まあ、生態だったり、例えば今うちの増社でやってるのは大学と協力していただいて、ストレスホルモンで、はい、糞の中に含まれるストレスホルモンを、はい、そんなのあるんですか？はい、ストレスを感じた時に、はい、出るホルモンなんですけど、そういうのを糞中から採取して、はい、で象たちがここに来園してから今までその、はい、いろんな環境の変化があったと思うんですけど、その中でどういうストレスがここですごく上がったとかっていうようなのの研究もしてますね。はい、そういう部分での調査研究っていうのも私たち動物専門医のすごく大事な仕事の一つになってます、ね、私もともと動物がすごく大好きだったっていうのは、まあ、もう小さい頃からあったんですけど、その中で、例えば動物たちを取り巻く環境、生息地で数を減らしてしまっているだったりとか、生息できる環境が減ってしまっているっていうような状況を、一般の方々にも知っていただける機会っていうのが動物園かなと思うので、そういう動物たちの生息地だったり取り巻く環境についてを来園者の方に知っていただく架け橋になれたらなって思ってます。はい、ありがとうございます。夜勤は今はないですね。ないですね。はい、なので、私たち飼育員も、夕方になると帰りますね、はい、で、警備員さんが一人いらっしゃるので、はい、その方が夜中とか巡回、何度か巡回してくださってる形です。はい、この仕事、動物専門医の魅力って何ですか？そうですね、やっぱり動物たちの持ってる力だったり魅力っていうのを、来園者の方たちに伝えていくことができる。これは何を今やってるんですか？これ今、はい、乾燥、餌の準備をしてるんですけど、こうやってネットの中に乾燥を入れて、はい、で上まで、一番上まで高いところまで上げちゃうんですけど、はい、と高いところから象たちが鼻をこう伸ばして食べられるように、はい、準備してます。そうなんですね、はい、重さってどれくらいなんですか？これ1個でだいたい10キロ分入ってますね。ありがとうございます。持っていいんですか？持ってみます。結構重いです。どうしよう。干し草だからそんなに重くないかなって思ったんですけど、10キロが現実的になりました。はい、かなりがっつり掘るんですか？そうですね、ただこっちはまだちょっと浅いので、はい、これぐらいしか掘れない。最大でどれくらい取るんですか？掘るんですか？中だと1メートルぐらいしか埋まっていて、はい、なのでその半分ぐらいですね、50センチぐらいは全然掘っても足で蹴ってリンゴ取っちゃいますね。一番大好物とかありますか？フルーツとか甘いものが一番好きです。やっぱ人間と同じですね。そうですね。隠すのは何個くらい毎日隠してるんですか？
特に量は決まってないんですけど、だいたい10個以上ぐらいはリンゴを埋めていて、はい、他にもこういう人参とかですね、はい、あとあっちにあのヘイキューブっていう乾燥を固めたやつが置いてあるんですけど、はい、そういうのをばらまいたりとかしています。犬の倍ぐらい、はい、嗅覚が鋭いので、お結構、奥の方まで掘っても、はいはい、見つけることができます。すごい、すぐ一瞬ですね上取っただけで、はい、まあ、掘り出すんで、すごい頭がいいというか嗅覚が、ね、頭もいいし、鼻もすごく、はい、傾斜がですね、はい、象の、はい、まあ、足の裏というか、はい、足の裏と筋肉を刺激して、まあ、本来の生息環境は、はい、山なので、はい、筋肉がより持続できるように、はい、はい、そういう、はい、本来の環境なので、ね、近づけてない、まあ、動物園に行っちゃうとなかなかコンクリートの駐車とかにこう囲われて、その中でおとなしく、まあ、過ごしているっていうことが多いと思います。はい、まあ、丸山動物園ではこういった本来の環境に近づけて飼育するということになります。確かに下に動物専門員のお姉さんがの方に行くときにかなり坂急だなと思って、ちょっと恐る恐る下がったので、かなり象にもいい運動になります、ね。そこら辺の動物とかもすごい、はい。ここですか？こことかもすごいですよね。すごいですね、これ。はい、実はこの象は動き遅いよりもかなり長いです、はい、あすごい速いんです。速いんですね。それではいよいよ象が外に出るので楽しみにしててください。これから出ます。じゃあここを通って外に行きます。おお、はい、こっちから、こっちから、はい、はい、黒いですね。あ、さっきの掘ってますね。一蹴りが大きい。へえ、すごい。あ、見つけたようです。お、おー、器用。器用に一気に食べてます。実はですね、動物専門員さんが朝早くに先ほどやったようにフルーツと人参を仕込んで今食べてる時間になります。実はこの光景ですね、10時から見れるそうです。でも動物専門医さんの、作業によって季節によって変動するそうなので見れたらラッキーかなという感じです。ラッキーな現場に立ち会ってみてほしいと思います。ミオゾウがミオといるといるとのことなんですけども、はい、一匹一匹名前教えてください。はい、まず一頭目が、そこにいる、大きい方ですね。お母さんのシュティンと言います、はい、28歳になっているメスですね。でその隣にいるのがシュティンの子供のニャイン、6歳になります、はい、でもう一頭、メスでパールが 15歳と、あと、4頭の中で唯一のオスなんですけど、はい、シーシュ、11歳になるオスが、はいはい、の4頭です、はいはい、例えばパールだとすごく、賢くって、はい、例えば、餌を土の中に隠してたりするんですけど、はい、そういうのも、見つけるのはパールがすごく上手で、はい、たくさん見つけますね。そうなんですね、はいはい、であとはやっぱトレーニングをやっていく中でも、
パールはすごく進みが最初から早くて、どん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 新しいことを覚えていってくれてっていう感じで、はい、で、まあ、4と同じようにトレーニング進めてるんですけども、はい、ちょっとずつやっぱり、進み具合が違ったりとか、でそれぞれの反応も違うので、その個体に合わせたアプローチの仕方をしていったりしてますね。はい、輪をする上で大変なことってありますか？はい、で、餌も大量ですし、はい、排泄物、うんちも大量ですし、はい、そういうところではやっぱすごく力仕事なので、そこは大変な部分かなと思います。じゃあパールは器用な、何でもできるような感じの？そうですね、はいはい、すごく賢くて、いろいろ考えて行動してるなっていうのを感じますね。特に中で4頭の中で賢くて、宝探しも得意だ。そうですね、はい。増車オープンで人が多く来場すると思うんですけど、はい、人見知りとかしないんですか？たくさんお客さん来ていただいて、最初は私たちもちょっとびっくりしちゃったりとか、はい、ストレスかかっちゃったりっていうことあるのかなと思ってたんですけど、はい、意外とたくさんのお客さん来られてもいつも通り過ごしていて、はい、落ち着いて過ごしていますね。はい、さっきシーシュの方を見たんですけど、はい、牙が下向きになってまして、なんか絵のイメージだと上向きになっているイメージなんですけど、アジアゾウ特有なんですか？アジアゾウというか、はい、個体にもよりますね。すごくこう曲がってる個体もいれば、結構まっすぐな個体もいたりとかして、でシーシュの場合は2本こうまっすぐ、はい、綺麗に伸びてるんですけど、こう角度が違って内側に入ってる子もいたりします。なんか鼻で草をこうガッて取ってたんですけど、はい、鼻に草間違って入っちゃうこととかってないんですか？結構中に多分入り込むこともあると思うんですけど、はい、そうですね、鼻を使って水も飲むので、はい、鼻に水入れた時に多分洗い流されることもあると思います。なるほど、はい、で息もすごく、はい、強く吹いたり吸ったりするので、はい、そういうので、鼻の穴の中に入らないように調整したりとかをしてるんじゃないかなと思います。はい、うまくできてるんですね。はい、鳴き声なんかうわっていう、はいはい、低い鳴き声が遠くから前歩いてる時聞こえたんですけど、はいはい、その鳴き声ってどういう感情の時ですか？ここだとよく聞くのは朝一に、はいはい、私たちが出勤してきて、これから餌の準備をして外に出すっていう時の前とかに、はい、ブオーっていう声で鳴いてることが多いので、そうですね、感情としては割と、まあ、リラックスしてたりとか、あと、なんだろうな、リラックスしてるような感じかなとは思いますね。はいはい、尻尾振ってたんですけど、はい、これってどういう意味ですか？尻尾は、象から、はい、象の目って横についてるので、はい、真後ろって見えないんですよね。あ、見えないです。はい、で首もこうそこまで回しても真後ろまでは見えないので、尻尾で周りの何か障害物とかものがないか確かめたりするのもそうですし、はい、あとは体についた虫とかを払うのに尻尾がすごく役に立ってますね。はい、じゃあなんか犬みたいにこう喜んでるってわけじゃなくて、もうそのそうですね、その、はい、尻尾、まあその時々で使い分けてるとは思うんですけど、例えば興奮した時とかは尻尾もピンって上がって、はい、上がってる状態で走り回ったりしてることもありますね。なので感情も結構尻尾にも出てるかなとは思います。はい、うんこ回収した時のを見たんですけど、はい、回収した後どんなことに使ってますか？今造車の裏に、はい、バイオ発酵の施設がやっと最近完成したばっかりなんですけど、はい、回収した糞をそこに入れて、発酵させることで堆肥になる、はい、施設ができています。はい、そうなんですね。その施設は結構出入りされてるんですかね？まだ
できたばっかりで今ちょっと試運転っていう形なので、はい、そうなんですね、はい、まだちょっと全貌を私もよく知らないところなんですけど、はい、でもまあそうやってゾウたちの糞が堆肥になってこうサイクルで回っていくのはすごくいいことだなと思います。それではゾウ舎の方に入っていこうと思います。いよいよ行きます。ちょっと特別に糞の処理をしていこうと思います。